はようございます&こんにちは。のっけからちょっとグホってこけましたけど、今週も始まりましたまちかわラジオ。10月19日土曜日、まあまあいいお天気、まあちょっと涼しい、寒いっていう、そうですね、寒いですね。ちょっと 4,5 日前は30度だったっていうね、行かれた話ですけれども、さあ今日もこの番組ですね、はい、川口市元郷にあります三玉屋用品店の提供でお送りいたします。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、この前のあの、あ、しんちゃんって声かけた時ちょうど俺の顔が隠れててね、まあ、ちょうどいい感じかなと。今日もですね、その B 級グルメのことに聞きまして、お伝えしてくれる2人の美女たちと、はい、来ております。はい、後ほどお楽しみにと。はい、でまあ我々的にはまあ苦痛の話を淡々としていこうかなと、この3人は珍しいですが久しぶりだよね。そうですね、確かに。なにこっちはあのダークグリーンで攻めてる。あ、確かに、本当だ、気にしてなかった、ね、ダークグリーンで攻めてる、そんな感じでダラダラとお送りします。実はもう一人いるんです。もう一人どこ、本当だ、グリーンは、あ、グリーンと、あ、こっちもいた、あ、まだ緑だらけだな、緑だらけだ、まあそんな緑でお送りします。そしてですね、まちづくり川口が企画運営と、はい、こんなこと別に言わなくていいのかまあいいか先日ですね、先週の日曜日、ありがとうお祭り出演してまいりました。はい、ありがとうございます。青子商店会ですね。はい、どう考えてもオーバースペックないいステージ、うーん、音響の人もねちゃんとしてて、やりやすかったです、非常に。はい、で最後にですね、思い出の渚を、おじさんたちステージに上げてやろうかなと思ったら、関わってたおばさんも全員含めて前ステージの前に人だらけ、すごいことになってます。あれはなかなかいいなと、ドーヤバーズ的にはすごいですね。なんか協力的な、そうで、ちっちゃい公園なんだけど、そこでこうお玉にピンポン玉を乗っけて、うん、こうみんなでダーッと走ったりとかしてながら、ね、運動会みたいな、運動会で最近やってきたそれ。2チーム出てこうリレーみたいなことをやるんだけど、はい、勝った方だって何チームの勝ちとかじゃなくて勝った方だって自己申請よりもよく分かんない、で喜んでる方と喜んでないみたいな、よく分かんないまあ町の祭りだからそんなにいないですかみたいなゆるさ満載、最高ですね。はい、ですね、じゃあニュースコーナー、はい、まあまあニュースコーナー、はい、川口市にありますですね、今西口ですね、西口歩いてってトキトキトキって行って、右側にあった川口市のパスポートセンターですね、はい、パスポートが取れるところ、私早速行ってきました。16日にあの西川口の方に、西川口の方に有給取れて、その日にパスポート取りに行こうと思って取りに行きます。外国行くの、行こうかなと思ってまして、そうなんで取りに行きます。そしたらちょうどその日台風の日だったから空いてます。台風がもう収まって、はい、風だけの時に、そしたら空いてました。空いてる、全然いなかった。あ、本当。でそのパスポートセンターが西川口駅西口に移転しますと。便利。はい、はい、どこ、もう駅から西口降りて、西口降りて、堤の隣、すぐ本当に、あの空き地だった、あ、堤がなくなったの、はいはい、右見たらすぐ見える、見えるどこに、はい、そこでパスポートセンターが新たにというかね、その西川口西口にあったのが西川口西口に来たと、ね、東口にも来てほしいなお前いいかそんな話まあそんな感じです。それとですね、近々のやつですと、まず今日か、今日何度かお伝えしましたですね、クラフト、今日19日ですね、はいはい、並木元町公園といいまして、リリアじゃねえや、リボンシティ、あそこにあるのなんだっけ、アリオの前にある公園でですね、クラフトというイベントがあります。そういうイベントをご紹介したんですが、なんと先週出ていただきました川本さんね、カスク&スティルのマスターなんですけども、そこがなんか店出してるなんで先週言わねえんだしっかりしてください、
感じで、出てるので、あそこでバーカシャカシャやるの、カシャカシャやってる、カシャカシャやってる、はい、すごいね。へー、そんな感じなんで、今日もね、そんなに天気悪くないので、うん、遊びに行っていただければなと、はい、なんだよそれなのね、先週ね言ってくれれば何隠したかったんですかね。いやどうだろうね、隠したいってことはない。僕も知ったの一昨日なんで、一昨日あれ、何カスク行ったの。いや、ネットで、ネットで、ネットで知る、ネットで、ネットで知る、本人からは知らないと、はい、大体そんなもんですよね。はい、まあそんな感じで、でまあせっかくですね、先週行われましたなんだっけ、ウイスキーフェスティバル、はい、おかげさまでですね、すごい人でした。こんなにして床が抜けるかと思う。テスタも行ってきたんだよね。そんなに相当いたよね。相当飲んだ。十何種類飲みましたね。あ、すごいの飲んでるじゃないですか。一杯が 10cc だとしても、まあまあ、ね、ウイスキーですよね。ウイスキー言っても、しかもね、相当いいのが出てましたね。大体それは想像できたんですけれども、大体ボトルで一般的に買って1万6000円、うん、3万円とかですね。ウイスキーのイベントの人たちが買った、うん、ウイスキーがあって1本6万だか7万、あれ、うん、そんな6万、うん、そんな値段でお酒なんてない。そうそうそう、配ってました、うん、配ってたんですか。こうちっちゃいカップがあって、それにピッて入れて、でも参加費用だけでそれが全部飲めちゃったってことですか。3000円で、まあ、一部有料シーンというかね、まあ、ビールなんかはお金払って飲んだりするんですけども、うん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 、まあそんな中で、でちょこちょこ高断酒ですから、つまみが出たり腹巻き出たりとかシューマイ出たり、いいじゃないですか。いいんだから、もったいねっつんだよ。だからこいつだろ。次回はあるんだかないんだか、それとも川口定着させてしまうんだかどうだか、それは白井さんと川本さんにかかってると、はい、そしてまあ大盛況だったってことでね、まあ、そのお客さんの数が後押しと、うん、そんな感じで行くんでしょう。ちょっと聞いてほしいことがあるんです。はい、何でしょうか、はい、聞いてほしいこと、はい、ゆきくん聞いてほしいことがあるんです。はい、ゆきさん、はい、はい、川口フェスどうでした。出演者でしたね。そうです、そうですね、出させていただきまして、はい、いやー、これ非常にですね、第3回川口フェスに向けてのバッグ、はい、そうでございます。忘れないよ、忘れなきよ。いや俺か、俺か忘れてる。いや劇団野心初めての野外でやらせて、はい、写真出てますね、はい、やらせていただいたんですけれども、はい、まあ緊張しまして。中でやるよりもこんなに緊張するもんかと、うん、野外だからね。一番記憶に残ってるのが本番よりもその前説をですね、うん、やらせていただいたんですけども、ちょうど写真のやつ、うん、はいはいはい、僕も何を言ったか全く覚えていないという、うん、ってことは前回の前説もやったよね。前回の前説すごいあのホームな、はいはい、アットホームな雰囲気でやらせてもらったんですけれども、まあまあすごいですね、アウェイアウェイの空気感でやらせていただきまして、はいはいはい、初めての経験で、はいはい、もう本当僕はもう言いながら何を僕は滑ってるんだろうと、どれくらい滑ってるんだろう。もうあれですね、本当にこんなにも鳥の声が聞こえるものかっていうぐらい、もう人の声が聞こえない、はいはい、ダダ滑りと言ってもいいぐらいのザーっていう、ザーっと僕も途中でちょっと逃げた記憶もありまして、逃げんない、団長一人そこに鳥を置いて、残したよね、ちょっと僕戻るわみたいな感じで、うん、ちょっと用事を思い出した。ちょっと用事を思い出した、あれとか言って、携帯の電波が入らないみたいな。あとでしこたま怒られましたね、団長に。じゃあユッケ逃避癖がある。あまりの怖さにですね、ちょっと逃げてしまったっていうぐらい緊張した。でもすごいあの本番楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にとりあえず天気も良かったしね。そうなんですよ、天気に恵まれましたな。神様で、あったかかった、神様ありがとう、ありがとうございました。神様にお礼。エミリちゃんどうでしたか、あのメイン司会、司会でしたね。本当に完全なるメイン司会ですからね。メインステージでした。俺ほったらかしですからね。本当ですよ。すごかったですよ。私に全部任せきりだったじゃないですか。もうマスター、だって俺自転車部隊隊長。俺は自転車部隊。自転車乗ることに意義があるんだから。でも周りの方がもう、そう言われたから。すごかったですよね。本当すごかったですよ。早かったですよ。言葉が途切れることなく。なく。ひたすら喋るという。喋らないとなんか間が空いちゃうっていうね。そう。間がないっていう。そう、あのマスターに教えるのしばしお待ちくださいがなかなか行きましたね。ああ、はい、もう、はい、しばらくこれがねすごい生きてますよ最近ずっと。あのね、全部喋ると辛くなってくる。そう、うん、そうなんです、そうなんです。そうそうそう、全部は大変。
全部は大変全部は大変だし、その音がね、後ろでガタガタって今仕組んでるわけじゃない、仕込んでる音がね聞こえて、でそこの中で喋ると、それで後ろがちゃんとできたかなとか確認しながらだとめんどくさいんで、そうですね、もうちゃっちゃっと下がれと、ちゃっちゃっと、そうですね、はい、何々さんでした、どうもありがとうございました、皆さん拍手をみたいな、それでは、しばらくセッティングの時間お待ちくださいとか言って、そう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 。別にそこで司会が喋んないからって苦情入んねえよ。苦情入らない。すごいだって自然でしたもん。あ、本当ですか。さらさらと。いやもうこれは長年の経験が生きましたね。いろいろやったからね。いろいろやってるからね。もうあそこでとか何も怖くないわ。毎回台本がないから。もう何も怖くない。台本なしない。台本なし。当たり前だよ。当たり前じゃないし、逆に台本がちゃんとあるとすげえやりづらいよ。だからでもそれもある、もうそのまま言わなきゃいけないっていうプレッシャーがあるから、そうなんですね。そう、台本がある司会をね、この前あの浦和でやったのね、イベントがあって、まあそこでちゃんとこうしっかり作ってきてもらって、あうわどうしようかなみたいな。でも結局なんか本番入ったら暗くて読めなくて、こんなになってこんなになってみたいな。すいません、台本なくて。大丈夫です。大丈夫です。台本なくやっておりますね。はい。まちかわラジオ。たまに吉田テレビになったりね、しますけどね。ああとか言って。ま吉田テレビ自体知らない人もいるかもしれないね。はい、そんな感じでね。メガネ共通してますね。メガネ共通してますけど、ね。そうか、うん。あんな身長でかくないし、顔長くないし。まあそのですね。はい。あとはなんか面白いことありました。俺はあのそれこそ川口フェス自体自転車でぐるぐる回ってるだけで、特になんだ問題もなくというか、一回おまわりさん来ましたけどね。あ、来たんですか。来たんだ、うん、しんちゃんとこのステージで、まあ、たまたま俺も言い合わせて、はいはい、でそうするとさ、普通の人はうるさいっておまわりさんに言われると、はい、うるさくねえとおまわりさんに食って書かれちゃう。おまわりさん悪くない。おまわりさんはとりあえずどんだけうるせえかということをこう確認してくるだけ。おまわりさんは敵じゃない。敵じゃない。敵じゃない。なんかメインステージもなんか来たっぽいですよね。来てない。あ、そうなんですか。来てない。うん、なんか入り口のあたりになんか警備員さんなんで警察の人がなんか来てましたけどね。本当？うん。事情。観客で？観客。何やってんすか。何やってんすか。自主警備員。自主警備。感じの。自主警備。自宅警備。自宅警備。まあそんなこともある。とりあえずなんかそこい。今市役所だとか、はいはい、商工会議所には苦情が入んなかったという報告です、うん、よかったですね、うん、ですね。誰かがもみ消してるか裏で暗躍した人がいるかもしれない。電話線切ってたピッ市役所の電話引っこ抜けない大問題になっちゃう。市長いました。市長やっちゃってましたからね。市長やっちゃってたんですか。そうそうそう、歌ってましたからね、うん、あのアンケートがあるじゃない、うんうん、アンケートを書いてもらったんだけど、はいはい、そこで、どのバンドが良かったですかみたいな質問があったんだけど、はいはいはい、その中でトップ市長さすが歌ってました。歌ってました。さすが58万人の中で一番有名な人、うん、一番有名。俺なんか足元にも及ばない歌っちゃってましたからね。うまかったよ、ね、うまかった、うまかった、うん、宝祭りの時昔見たんですけど、その時より全然うまいなと。なんか緊張してなかったですね。普通にうまい。そう、普通にうまい。普通にうまかった。でやっぱり、ね、大人のバンドはやっぱり衣装ぐらい揃えるっていうのはね、大事です。かっこよかったですよ ね、 ね、爽やかな感じですね。そうそう、爽やかだった、うん、素敵なおじさまの衣装で。そうそうそう、うん、また色がね、バンドのメンバーも ね、すごいいい人ばっかり。あ、そうですそうです、うん、本当に。特にドラムの人は、あ、代わりに叩けよって俺が横にいや無理だから何言ってんだよい, やいいよいいよ来いよだって い, やいいからとかあのその会話のない喋りってあるじゃないか無理無理やってやってとか何を言ってんだそんな面白いおじさん、素敵なおじさま、俺疲れちゃったよ、ね、みたいなステージ中に言ってる人だ演奏中にまあそんな感じでですね、まあ、来年も楽しくできたらなと、うん、そうですね、そんな風に思って、今週火曜日ですか、はいはい、会議が行われまして、はい、まあ、来年に向けてというかね、まあ、総括も含めて、ほほ、まあ、いろんな話と、してはきたんですが、はい、まあ、具体的な話は上っていないと。ほう、はい、しょうがないです。委員会が今度変わりますからね、うん、あ、そうか、そう、4月で変わるんで、まあ、俺はクビと。あれ、クビじゃん、定年。定年なんだよね。そうだ、ワイダー。ね、その川口 YG っていうのはですね、なんだっけ、
商工会議所青年部、はい、その中でありまして、その中の地域活性化委員会というのが、基本というかセンターになって頑張ってまいりました、はい、で今月のですね、この広報川口、はい、広報、はい、ここの、市長のふれあい訪問というところでですね、市長のところ、訪問しまして、いろんな話を聞くというコーナーがあるんですが、そこで川口商工会議所青年部ということでね、はい、市長さんとお話をして、もう知ってる顔ばかりですよね、知ってる顔ばかり、あ、この人って伊藤君もいます、はい、ね、小原さんもいます、実はうちのお客さんもいるんですよ。え、そうなの、はい、誰、そうなんです、あの実はですね、このこの人なんです、あらあらあら、今泉さん、ね、今ちゃんね、はい、今ちゃんお客さんなんだ、お客さんでございます、お金借りてる方、預けてる方、両方か、企業なんてそんなもんだよね。ほら、白井さん登場後ほど、そんな感じでやってます。まあ商工会議所青年部ですね、ここにちっちゃな写真が、全体写真があると思うんですが、拡大すると多分俺も写ってます。そう、どこにいるのか全然分かんなかったんですよ、残り後ろの方にね、後ろの方に多分髪の毛がいると思うんです。すみません、その写真は小さすぎて取り込めませんでした。ですよね、これは取り込めません、まあ、取り込めなかったか、そんな感じでございます。そんな商工会議所青年部と、はい、で、ジジイなんで首、ちなみに私、あの、うん、あれなんですよ、何、川口おなり姫、うん、ほう、行ってきた、1時通りました、1時通りました、1時は通るっつったじゃん、これのコネでコネでコネコネ、次じゃあ羽鳥ちゃんが連れてきたんだら、とりあえず面接からだなとか言ってた、言ってたよ、専務、鈴木専務よろしくお願いします、専務ね、また実力だから、あ、そうですね、今週だよね、面接じゃ、ね、明日です、明日か、明日、うん、明日です、面接、はい、2時、明日です、明日が面接で、あれ明日何人切られたんだろう、1時で、で500人ぐらい来たんですよね、400人だ、で、それが、何人だったんだっけな、もうそんで明日か、うん、ということは俺明日だの、イベント、俺本当はね、そこのお手伝いに行く予定だったんだけど、西口の方でイベントがある、はい、お祭りがある、で、そこの音響を頼んでた人が階段から落っこって、はい、脊髄損傷で、脊髄損傷頼むよと、それはまずいですよね、明日は神様のお手伝いに行くと、明日おみこしが出るっていう、そんなのもやっております、そんなのも、はい、いろんなじゃあみーちゃんも通ることを希望しまして、期待しまして、そうですね、なんとかやっていただきたい、はい、頑張りたいと思います、ぜひグランプリ、ぜひグランプリ狙います、何時頃行くの、10時46分で、早いんだ、はい、早い、朝でございます、はい、じゃあ頑張っていただきたい、頑張ります。じゃあそんな中でですね、一応一旦下がってユッキーのコーナーと、あ、はい、そんな感じでよろしいでしょうか、プロデューサー、はい、そろそろお願いします、そろそろタバコのお時間でまだちょっと早いんだけどしまだ我慢できるレベルだから。じゃあユッキーのコーナー、よろしくお願いします。はい、では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 ですね、ね、今日は、はい、こんなね、楽しい話題ばっかりの中で、楽しい話題の中で、さあ悲しい話題をですね、やだー悲しい話題なんで俺これ選んじゃったのか、ちょっと昨日暗かったんですかね、あ、昨日選んだんですけども、ね、なんかね、切ない気分だったのか、ちょっと切ない話を読みたくなっちゃう、あー、いやですね、ちょっと秋ですから、秋ですよね、そうなんですよ、というわけでね、特に告知することもございませんのでございません、ないんですかないんですよ、ないですか、なんか先ないんですか、ですね、うちの団員がちょいちょいあのいろんなところに出演させていただいてるんですけれども、僕ちょっと今覚えてなくてですね、あれ出せないということで、出せない、即用意してきて、用意してきて、即読もうと、あ、はい、じゃあお願いします、即読ませてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、それでは、片手までお聞きください、はい、黒馬物語、黒は額に白い星の模様がある美しい黒馬でした。小さいうちにお母さんから引き離され、お金持ちのゴードン家で働いています。ゴードン家では栗毛の牝馬ジンジャーと馬蹄見習いのジョーという友達もいて、楽しく暮らしていました。ところがある時、ゴードン家が外国に引っ越すことになりました。黒とジンジャーはジョーと別れて伯爵の家に売られていきました。伯爵家ではゴードン家と全く違う生活が待っていました。
奥様は見栄えばかり気にするのです。もう少し馬の頭を上げさせなさい。下を向いた馬なんてみっともないわ。上を向かせるために黒たちは馬の命を縮めると言われていた馬具をつけさせられました。そのせいか一日が終わるとクタクタで体がひどく痛むのです。馬蹄が奥様にやめるように言っても、奥様は馬の機嫌を取ってどうするの、馬なんていくらでも取り替えが効くでしょうと取り合ってくれません。鞭を当てられて走らされ乱暴に扱われたせいで、クロは足に大けがをしてしまいました。そして傷ついてみっともない馬に用はないとよそに売られてしまったのです。それからクロはあちこちを転々としました。馬のことを気にかけて可愛がってくれる人は誰もいません。そんなある日、クロは町でジンジャーとすれ違いました。あばら骨が見えるほど痩せ細ったジンジャーはまるで別の馬のようです。売られた先でひどい目にあったようです。私の暮らしはひどいものよ。病気で苦しんでいても無知でぶたれて働かされるの。もう体が動かないのに。ジンジャーを慰めることもできず、クロは自分の鼻をジンジャーの鼻にすり寄せました。ありがとうクロ、あんたは私のたった一人の友達だったわ。それからしばらく経ったある日、死んだ馬を乗せた馬車が近くを通り過ぎました。あの頭の模様はジンジャー。クロは打ちのめされ、声に出さずに泣きました。しばらくすると、クロはまた売られることになりました。今度の行き先は農場だそうです。ああ、また売られていくのか。今度のご主人はどんな人たちだろう。お母さんと過ごしていた頃が懐かしい。あの頃に戻れたらな。そこに馬蹄が迎えに来ました。なんとなく見覚えがある顔の。おや、この額にある星は黒にそっくりだ。白い右足、背中の白い斑点、黒なのか。黒、僕だよ、ジョーだよ。その馬蹄はゴードン家で見習いをしていた少年ジョーだったのです。ジョーは小さい頃と同じようにクロを可愛がってくれました。もうよそへ売られることもなさそうです。そう、クロはようやく我が家にたどり着けたのでした。おしまい。はあ、よかったですねクロ。神社の不幸な物語ということで。神社かわいそうひたすら不幸な馬と本当ですね。最後にね、救われた馬、救われた馬、非常に暗いお話を。本当暗いな、ちょっと一旦クールダウンさせて、ね、もらおうかななんていうことで、なんでこんな暗い話をしてしまったんだと。なんでですか。僕もちょっとわからないんですけど、ちょっと傷。お、あ、よかったですね。ありがとうございます。そうです、次回公演がございまして、ちょっと告知をですね、させていただければななんて思います、はい、劇団野心イベント公演記憶の石ということでですね、はい、11月16日に、作演出、私ども劇団野心の榎木泉とですね、はい、出演者が、有志と榎木泉で、出演させていただく方になります、はい、そうです、今回2人で出させていただくことになっております。あとですね、ちょっとこれ場所まだ詳細は僕は知らないというだけですね、決まってはいるんですけども、はい、はい、どこかでやらせていただくということで、はいはいはい、あとですね、外部活動としまして、私ども劇団野心の団長であります、はい、川淵圭一郎がですね、はい、11月14日から17日、はい、ザレゴトという団体でですね、第7回公演ライオンの憂鬱という舞台に出させていただきます。前売りがですね2500円、当日2800円となっておりますので、はい、ぜひね、ライオンの憂鬱で検索をかけていただければと
思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ライオンの憂鬱で出ます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユッキーでした。どうもありがとうございました。ユッキーどうする、そこにいる、出ますかね。じゃあ一旦、はい、私は出ます。出演者がいなくなる。放送事故。大丈夫、放送事故。じゃあ俺来て、それではですね、ユッキーの暗い話、全然タバコ吸ってたんで聞いてませんけど。それじゃあ、さっきのウイスキーの話で白井さんがたまたま来てくれたんで、ちょっとご挨拶の方お願いします。先週ですね、行われましたウイスキーフェスティバル、ありがとうございますということで、わざわざ来ていただきました。はい、すいません。川口のミルオキーズクラブの、オーナーであります白井さんです。先週の、はい、悪い絵面をそのまま続きまして申し訳ありません。、うん、これは毎週来ちゃえば。そうなんですよ。先週ですね、うん、はい、放送させていただきましたけども、はい、月曜日ですね、はい、300人以上のお客様来ていただきました。コーナー室からもいっぱいだったのに、はい、スタッフも含めて350人も、うん、あそこ溢れんばかりの、溢れてる、中に入ったら空気が悪いみたいな。あれそうだね、あそこね。入り口ではシガーをガンガン皆さん吸いまくって、シガーか、あれ魅力的だったな、はい、俺シガーを吸いまくってですね、はい、中に入ったらもうすでになんかもう立水、うん、の余地もないくらい、うん、本当に立ちで、うん、もう全部スタンディングで飲んでるのに、うん、立つ場所ないんじゃねえかぐらい。立つ場所がない。すごい人と、俺は人生的に立つ瀬がないっていうのがいろいろある。それには慣れてるんですけどね。いや、大変でした。セミナーの方もすべて、満席で。満席。はい。来た出展者の方たちもすごく喜んでいただいて。あ、そうですか。ビデオレター見たんですか？ビデオレターは残念ながら、うん、ペルノーさんは OK だったんですけど、うん、カンパリさんにダメ出しが入りました。あ、ダメ出し。はい。やっぱり。危惧してた。そうなんですよ。うん、ダメだし。まあ、後でまた、はい、向こうの様子は何かでお伝えできると思いますけど。はい。まあ、白井さんとこのパソコンで再生されるでしょう。みたいなね。いや、すごかったです。ぜひともミルキーズクラブでやっていただければ。はい、それと、昨日、一昨日ですね、はい、飯山の方が、はい、笹寿司体験。あ、笹寿司、はい。あれも、かなり好評で。あ、ほんと。昨日。あれ、好評に決まってるよね。はい。どう考えたって、ね。美味しかったです。野菜も、ちょっと周りの八百屋さんから、うん、クレームが来るかなと思いきや、どんどんやってくれということで。まあそうだよ、はい、ね、街は賑やかな方がいい。ね、かなりリンゴがもうそろそろ、そうだ、美味しくなってきまして、ねえ、長野茶何パック持ってきたんだ、全部完売でしたね。あ、本当、はい、すごいな。リンゴ水入りのリンゴがすごかったですね、はい、来週小諸に行きます。ああ、ぜひ。じゃあリンゴを、ね、はい、で前俺がリンゴなんてあんま好きじゃなかったんだけど、はい、リンゴ狩りってあるじゃない、はい、であんな山登ってめんどくせえやとか言って、もうなんか二日酔いでバスの中でこう寝てようと思ったら、おばちゃんたちに手引っ張る、ガーサイさん行きましょうって、やだな、もう山狩りしてやとかって言ったので、こう思いで、なんかこうカシャンってやるの知ってる？え、リンゴむき機、リンゴ切り機、知らない。なんかこうガシャンってやるともうリンゴが切れてる。8個ぐらいに割れてるんですか？そう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 。で、はい、どうぞとか言って食べたら、なんだこれとか思って、今までどんなもの食わされてたんだろう。すっごい美味しいです。でも本当にどんなに新鮮だよっていう周りの八百屋さんのよりも、うん、朝本当に持ってきたやつってものすごかったです ね、うん、そうね。それもあるし、俺なんかこう今まで生きてたやつだ、ね、まだ死んだことに気づいてないリンゴだから。地球と繋がってたの今まで。確かに、すごい。やっぱね、現場で食べるとうまいですよ、直送とかね、うん、ね、そんな感じで。じゃあ350人、すごい。でどうだったんですか、ウイスキーのお味の方は。ウイスキーは多分3000円のチケットではありえないくらいのものですね、はい、うん、それはうちの柳でも言ってました。あ、とにかく 2、3杯、2杯ぐらい飲めば、うん、十分元取れるような、はいはい、30年もの40年ものとか、すごかったもんね、はい、うん、それでいてスタンダードなものとかも、うん、ものすごくバラエティーにあったので、はい、うん、あれは本当に一般のお客様も楽しめるけど、うん、地元のバーテンダーの人たちもかなり勉強になるような、うん、そうだよね、はい、もういっぱい写真出てますけれども、ね、そうなんですよ。なんでこんな写真がいっぱいあるかって言ったら、鉄さんが撮ってきたんです。あ、参加してきましたからね。すごいのは、その空き瓶がみんなうちに来たんですけども、相当飲んだんだなっていう感じですよね。そら、俺飲んでないのやつがいっぱいですよね。なんか段ボール3つぐらい来たんですよ。本当。何かなって開けて、今日、うん、昨日ですね、うん、開けたら空き瓶なんだ。空き瓶だ。それみんなうちに持ってきちゃったのねみたいな感じで。そんなこともある、ね。だいたいその俺はなんだっけ、直音会場のこうなんだ容器を揃えたりとか、そんなことをやってたんだけど、あれだけだってすごい数だもんね。60だっけ、60かなんか60人ですね、うん、はい、
本当は50のところを無理やり60にしてもらって、うん、マルスの会場本当は30人なのに、うん、42-3ですね。おい、伊藤健が来た通過だけかよみたいな。すごいな。そうなんですよ。でなんだっけな、そのショックオン会場の死因はまあ3杯ぐらいかななんて言ってたのが結局6杯だもんね。うん、あれ6杯を 10cc ってことは 60cc だよね。そう、かなりということはダブル以上だよね、うん、ダブル以上あれ1000円ですからね。ね、いかれてる。しかもワイルドターキーの方も結構、うん、ワイルドターキーがスタンダードと8年と13年、うん、はい、プラスバファロートレースをアザーで出したんですけども、はいはい、うん、あれだけでもあれ500円ってありえないですか、ね、ありえない、はい、ありえない、まあ、そんなありえないことがせっかくあったのに来なかった、ざまみろみたいな。俺は青に出てましたけどね、ほとんど飲まずに。青子さんはどうだったんですか。青子さんはおかげさまで天気も持ちまして、あ、うん、あの時間 の, あの予定の、あ、大丈夫です、はい、なんとかなりましたなんとかなりました、あんまりバレずに、あ、で、まあ町のお祭りだなっていう感じ、うん、なんか仕組まれてこうピシピシピシって感じじゃなくて、はい、まあ町のお祭りだなみたいな、まあ、たまにあの秋公園のところから入ってると、はいはい、うん、何かやってるなっていう、あのすごくこうファミリー感が、うん、手作り感がすごいす、ね、完全に手作りですな、はい、まあ、そんな感じの手作りの一つになりました。あ、まあ途中で抜け出しちゃったんですけどね、あ、まあそんな大成功ということで、また来年再来年、そうですね、この間あのフレンディアの支配人が来てくれてたんですね、うん、はい、うん、で、まあ、どんなことをやるのかっていうのが分かって、うん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 、まあ、早く前もって言ってくれたら取るよと、ね、そういう話もあったので、川口市、それから川口に関係するそういうところなんかも含めてみんなで盛り上がってきて、やっぱり続けていくっていうことが大事ですからね。まず1回目、ね、1回目大変なんだ、うん、川口メスもそうだったけど、そんな感じで、じゃあ今日はどうもわざわざありがとうございました。よろしくお願いします。またぜひ開催をお願いいたします。さあ、それではですね、白井さんも来てくれて、伊藤健は行っちゃったみたいですね行っちゃったみたい。それでは、じゃあですね、先ほどからお話をしておりました、B 級グルメの、件につきまして、アットミ女子大学から柴崎さんと植木さんいらっしゃってますので、どうぞ。お願いします。はい、お願いします。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。自己紹介の方よろしくお願いします。はい、はい、アトミ学園女子大学石跡ゼミから参りました、しばちゃんこと柴崎です。よろしくお願いします。最初にニックネームです。お願いします。はい、いいね。お願いします。はい、はい、そして、はい、同じく3年のモッチーこと植木ももかです。よろしくお願いします。モッチーの。いいな、なんか絵面がいいよね。多分テスさんはここに、いろんなものを出すと思いますんで、そのうち消えますので、ね、声だけ残ってみたいな。そうですね、いつでしたっけ、はい、今回 B 級グルメ川口 B 級グルメフェスティバルの、はい、PR に来させていただきました。はい、日時は来週の日曜日、10月27日の日曜日に行われます。はい、なんか早いな。本当ですね、本当早いよ。早いです。誰だヨッキーとエミリーが写真撮ってますおかしな感じですね。はい、場所は場所、西川口駅の西口降りていただきまして、はい、で徒歩6分、はい、でなんて言うんですかね、まっすぐ進んでいただきまして、うん、橋の下、陸橋の下をくぐっていただいて、はい、で横曽根、ね、消防署の裏 の大きなスペースを設けておりますので、はい、そこで行っております。そうですね、西川口の西口、まず駅降りる、で駅を背中にしてまっすぐ行く、で1本目の交差点だな、1本目だよね、それを左、そうするとずん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 行って曲がるのはそこしかありませんあとずん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 行くとそう、さっき言った陸橋の下くぐったりとかして、そうするともう旗とか立ってますんで、旗を目安にというかね、行きゃもうきっとゾロゾロしてますよそんな感じの場所です、はい、消防署が見えたらあなたの勝ちあそこだ、その消防署の裏です。結構広いところなんでね、お腹空かして、であとお金持ってきてください。お願いします。はい、はい、あ、で失礼します。はい、どんなものが出るんですか。はい、一応こちらに出ているようにチラシ、
私たちが、うん、アトミ学園女子大学で、はい、食環境や食のリスクについて学んでいるんですよ、はい、ほうほうでそこで、まあ、美味しい食品を通じて、うん、川口市を活性化させたいということを目的としてで行っております。おい、はい、でどんなものを出すんですか、はい、今回は食品は私たちが一応選び抜いた、はい、食べたい食品を10店舗を、うん、県内の美味しい食品を、はい一応推薦店舗として選ばせていただきました、うん、推薦店舗、はい、でそれが例えば、はい、北本市のトマトカレーさんであったりとか、うん、行田市のゼリーフライゼリーフライ、まあ、草加市の草唐揚げなど、ね、これすごいよね、はい、先週も聞いて浮かばないんだよね中にせんべいでも入ってんのって冗談で言ったらあそうなんですよえっそれかき揚げになっちゃうんじゃねえ別の食い物かなみたいなで、はい、これも美味しかったんだはい飲むチーズケーキなどもね去年も出たよねはい、うん、気になる商品は気になるな、はい、ちょっと揃えております。チーズケーキ飲んじゃうんだぜすんげえ大食いがパクって飲んじゃうみたいなチーズケーキは飲み物だそうですって言われちゃう作っちゃいましたみたいなそんな感じです。はい、はい、で、その中にもはいはい、私たち石渡ゼミの3年生ですね、うん、が出展を担当していまして出展を担当4年生は、はい、あれだよね、運営を担当なんだよね運営ですね、はい、はい、で、私たち3年生は、はい、出展でアトミ団子という、はい、こちらですね、はい、お団子を、うん、こちらです、逆かお団子にしちゃったますね、はいあーすごいさつまいもをこう潰して、はいうんマッシュにして、はい、甘いお団子とちょっと甘酸っぱいリンゴ、うん、リンゴはいで下にはサクサクのコーンフレークを敷いてコーンフレークかはい、いいね、で上にカラメルソースをかけまして、うん、はいとてもお月見をイメージした和な感じになっております。あはいそうですかこのお芋は当然川越そこ絡めるの忘れたなあそうでした出身地元が川越なものですはい、うちらと川つながりですあちなみにリンゴはあれ使ってます、はい、あれガチャンっていうガチャンガチャン先ほど出てきた、ね、ガチャンってやつガチャンを使って調理しております。はい、あれ芯もちゃんと取れるそうなんですね、うん、ちょっと無駄はあるんだけど芯も取れますそういうのガチャンってはい、うん、そっかそういうのそれの使わねえと無理だよなそうなんです、うん、はいお味の方はもうだいぶ試作品は何回も重ねて何回も重ねてはい、はい一応お値段の方は150円で、はい、安っ、はい、はい、提供しようと思っておりますこれ大丈夫なのいいか足んなかったら、はい、あの浜田さんお願いしますお願いしますお願いします足んなかったらよろしくお願いしますあーやってでどうせいいか一応規定でも、はい、全ての商品が400円以内で販売ということになっており、うん、ますので、はいはい、お子様でもまあ皆さん小学生の皆様や中学生の皆様でも150円ワンコインで食べられます。はい、150円だよね。あ、全ての食品がワンコイン以内で食べられる。はい、はい、そうです、はい、400円以内で食べられます。はい、あ、そっか、じゃあ500円はいないんだ。はい、400円がマックス。はい、そうです。じゃあそんな感じでね、私も行きます、してます。はい、音響で入ってますんで、どっかにもじゃもじゃがいます。もじゃもじゃを探せって探さなくていいかそんなもん、そこわかる、わかるらしい。遠くから見るとよくわかる。近くにいるとうざったいみたいな。しょうがない。若干残念みたいな。そんな感じでですね。アトミ団子。はい。アトミ団子と去年もそんな名前みたいな。はい、そうです、ね。一応今までも、はい、去年と一昨年と、あ、うん、4回目で。はい。5回目か。5回。今年は。そうです。5回目のアトミ団子です。5回目のアトミ団子。はい。なので、で私たちも一応売る、うん、出店するための目標じゃないんですけど、はい、こういう目的を持って出店するのがありまして、うん、はい、はい、そうですね。どうぞ。その、まあ、アトミのマネジメント学部に所属していまして、うん、マネジメント学部、はい、そうですね。俺のこともお願い。マネジメントですか。だってうまくいってないのマネジメントが。すぐ忘れちゃうし。はい、すいません。どうぞ。はい、それでそのまあ、人をその組織を動かすマネジメントの力だったり、うん、はい、うん、お金管理して赤字を出さないなど、そういう経営のマネジメントであったり、はい、
あとはその食品のゼミに入っているので、うん、食中毒を起こさない、はい、とかその食品のリスク、うん、そういったことのマネジメントなど、うん、もう一から自分たちで選択して計画してっていうのをやることによって、うん、そのマネジメントの経験を、うん、そうですね、つけて、うん、まあ、自身そしてゼミの成長にもつなげて、はい、西川口を通して、うん、その地域の活性化っていうのに関、はい、われたらなっていう思いで取り組んで、今後ともよろしくお願いします。素晴らしい、いいね。大丈夫です、日本はこういう人たちがいますから大丈夫です。もう消費税が上がっても大丈夫、日本は大丈夫。そうだ、入ってください、いいね。じゃあ基本的に大学で勉強してるのはその食品関係のこと。はい、うん、そうですね。あとその生活環境、特に私たちは、うん、はい、もう衣食住、衣食住、そうですね、幅広く。そうか、食でなんか最近出てきた問題とかはない、なんかある、それこそ中国食品問題だとか。私どういうことをやってるの、大学で勉強してるっていうか、なんていうんですかね、うん、もう今はもう本当にこの BK グルメフェスティバルを動かそうっていうことで、うん、においてそのお団子を作るじゃないですか、はいはい、そこにおける食中毒などについてのリスク、はい、もう今ちょっと自分たちにやってるものにおける方の、うん、例えばこういうリスクが、こういう菌がいるとか、はい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 、そういうものの方が大きいで、ちょっと全体としてはまあちょっと置いといちゃってるかもしれないですけど、じゃあまずその実践的にそのアトミ団子を作る、はい、これに、はい、関わってくるいろんなそのリスクっていうのは何かと、はい、それを除去するためにどうしたらいいかみたいなことを実践的にやってると、はい、おすごいですね。アトミ団子は5回目だって言いますけど、はい、これだけなんですか、今まで他の味とかあったんですか。あ、はい、昨年は、先週出ていただいた先輩たちが、はい、うん、かぼちゃと、うん、のマッシュもこれとに付け加えて、リンゴの代わりにというか、うん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 、かぼちゃのマッシュを2つと、うんうん、さつまいものマッシュを2つ、うん、でそこにキャラメルソースをかけたものを、はい、ハロウィンをイメージして売り出していました。ハロウィン、ね、時期的には、はい、はあ、そうですか。毎年毎年先輩たちがいろいろとそのオリジナルで考えてますね、はい、ではそこのアトミ団子に行くと2人がいる、はい、とりあえず150握ってさっさと来い、売り切れちまうぞみたいな感じ頑張って作ってます、うん、はい、何食分ぐらい用意するんですか。一応、うん、その最終決定の食の部分がちょっと今、うん、悩んでいる部分ではない、まだ決定してるてもっといいものって考えてるんだね、はい、そっかそっか。じゃあ何しろ急いできて、そうですね、はい、お願いします、はい、じゃぜひアトミ団子食わねえ、帰っちゃダメだぞみたいなね、ちゃんとその分をスイーツだからね、はい、一応デザートっていう感じだよ ね基本的には。一応一周回ってきてもらえたら嬉しいかなと。ああ一周回って、はい、最後にそこと、はい、うん、そんな感じでぜひ。俺も行くんで行くんじゃない、はい、俺は行かなきゃいけない、はい、ステージで出演していただきまして、はい、失礼します。1時45分からのドヤバーズさん、よろしくお願いします。はい、あ、そうなの、え、もっと遅くなかった、あ、3時ぐらいじゃなかったっけ。あ、失礼しました。まあいいや、よろしくお願いします。さほど重要ではないです、うちが午後です、はい、出ますんで、どうやばだいたい20分くらいかな、サクサクっと。エミリーも 歌いに来るらしい、うん、あ、よろしくお願いします。ママちゃんがいないんで、はい、まだ曲も決まってません、はい、まあ、それよりね、川本さんのジャズバンドの方が楽しみみたいな感じで、で、これなんですけども、先週もちょこっと言った国産ワインフェアがすごすぎるの件。あ、はい、はい、今年国産ワインフェアの方で、はい、一応ワインブース設けさせていただきまして、はい、でワインをまず1杯300円から400円で、うん、まあ、皆さんに飲んでいただきまして、はい、でそうするってとなんとワインのボトル1本無料券っていうのをその場で差し上げます。行かれてんだろーみたいな、はい、でまあもちろんその後に、そこではちょっと交換するのはできないんですけど、その後にもう一度西川口の、10店舗以上の、うん、対象店舗に戻ってきて、もう一回渡してもらいますと、うん、まあ、対象のワインが、うん、をいただけるというシステムになっております。なんだそれ、
なんだそれっていう感じなんですけれども。もう一回西川口に来てもらって、はい、あ、西川口うろうろしてる人間的には非常に嬉しい感じ。はい、そんな感じもありますんで、来なきゃ損です。損です。限定200本だっけ？100本だっけ？ああ、そうですね、200です。200。200。だから早く来ないと損だよ。一杯飲むと1本もらえるっておかしいから。考えてごらんよ。1杯プラス1個で400円だぞ。例えばね、こんなチャンス見逃すな、さっきのウイスキーフェスティバルの参戦みたいにお得だぞみたいな、そんな感じですね。はい、それでは10月27日日曜日、来週ですね、来週の放送が土曜日で26日なんで、その次ですね、はい、10時から16時まで、場所は横曽根消防署裏、B 級グルメで調べてもらうと多分出てくると思います。それとなんだっけ、 Facebook もやってる、はい、はい、そうなんです。今このFacebook を今年から始めさせていただきまして、はい、これはい、そうですね、 Facebook で川口 B 級グルメフェスティバル2013で検索していただくと、うん、はい、いろいろその出店する店舗の情報であったりとか、うん、はい、出演していただくステージの方たちの情報などいろいろ最新情報が載っておりますので、はい、ぜひそちらご覧ください。はい、でそうするといいねとか押せばいいの。そうですね、はい、いいねをお願いします。まあ僕はあの Facebook 未加入なもんですからわ、かりません。何しろ携帯の画面が出ない状況なんだよ。誰から電話があったかわからないんでしょうがない。そんな感じで Facebook にも登録っていうのはあれ、まあとりあえず見てねって話、はい、ぜひ詳しい情報載ってるので見てください。はい、そんな情報も載っております。来週10月27日日曜日、横曽根消防署裏、西川口駅西口出て1本目の、交差点を左ずっと行くと、トンネルみたいになってる陸橋の下を通過して、まあ斜めっていうかこういうふうに行きますけどね、はい、こういうふうに行ってずっと行くと消防署が見えたらあなたの勝ち。まあ、多分上り旗とかいっぱい出てるんで、それを目安に行っていただきたいなと。すごくお安く美味しいものがね、いっぱい食べられるということなんで、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、私も出ます。はい、はい、どうぞ。すいません。あともう一つ、はい、今年は震災支援企画を2つご用意してまして、うん、あ、そうだったね。はい。で、一つは東北の物産を販売して、うん、その、まあ、その販売して売り上げた金額を東北に、うん、のお金を寄付し、宮城県に寄付しようという、はい、ブースを、うん、これもアトミ女子の4年生が全て計画して、はい、で、まあ、中の出店というか、はい、売る担当もしております。はい、でもう一つが、うん、これかな、就学支援の、はい、あ、就学支援スタンピュラリーを実施すると、はい、グルメを食べてスタンプを集めようっていう、はいはい、そうですね、その1店舗ごと、うん、そのお店ごとにこう、はい、こういうスタンプラリーのカードですね。あ、これがそうなの？はい、こう押して完成しました。いくんですね。うん、で、一応3グルメ、次は3つ押していただくと、うん、ガラポンですね、はいはい、1回できるようになっておりまして、すごいね、はい、うん、で、景品もですね、はい、いろいろ出店していただく店舗から協賛品としていろいろなものを、はい、うん、いただいておりますので、はい、そちら何が当たるかわからないんですけれども、うん、お楽しみということでじゃあ3つ食べればいいよね。はい、そうですね、3つ以上だね。はい、これ全部埋める強者とかいるだろう。ただすごいですね。すごいですね。ちょっと厳しいやな。まあ当然アトミ団子のとこにはハンコが押されてると思うんで。お願いします。お願いします。行ってください。はい、まあ、こんなこともあっていろんな支援も含めて行われます。10月27日来週ですね。はい、川口末志向80周年記念。川口 B 級グルメフェスティバル2013。で、ゆるキャラたちもいっぱい来るよ。はい、キョポランも来ます。キョポランも来ます。はい、キョポランも来るキョポね、え、なんか4つ来るんだっけ。はい、一応4体、ね、4人デジタルくんとか来ます。タルでできてるデジタルくん、はい、そうですね、キョポランデジタルくん、スマッピー、カエル、フラベ、フラベ、はい、フラベはね、なまってんのかな、少しどうなんですかね。ヨーダなまりとかあるのか、ちょっとお話してみたいですよね。俺はしたくないです。マイク向けても喋んないとムカつくよ、ね、わーわーっていう。川口代表キュポラン頼むよキュポ。
そんな感じで B 級グルメの報告、報告じゃねえや、宣伝をお願いしました。ではお二人、はい、今日はどうもありがとうございました。柴崎さんと植木さん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私も出ますんで、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、さあ、絵面が薄くなってしまいましたもんね。まあそんな感じで、じゃあお二人どうぞ、いつもの感じでいきましょう。残り時間をですね、まあ、川口のいろんな情報ということで、はいはい、いいですね、やっぱ若い女子は非常にいい時間でしたね。非常にいい時間だった。眺め、私的には30以下は全部若いお姉ちゃんです、ね、楽しい、はい、楽しかったですね。それでは、いろいろお伝えしていきたいと思います。まずはですね、第12回ボランティア見本市、はい、これ10月20日明日です、ね、明日、明日、はい、本来だったら我々も出るはずなんですが、めんどくさいに出ないと。ボランティア見本市、主役は君だ、全員集合ということですね。まあ、これまたキュポランも出てます。キュポラン大変ですね、うん、キュポラン大変、キュポラン忙しいですね。忙しい、大丈夫か、またヘドバンとか労働基準法は。うん、まあ平日暇だからこいつね。あ、そうですね。まあでも多分市役所に勤めたりするんだろうけど。まあそんなキュポランも来ます。ボランティアブース、フレーステージ、体験コーナーということですね、はい、リリアパーク、川口の西口の公園ですね、はい、そこを全面的にこうテントとか並んでますんで、遊びに行くと何かいいことあるだろうと、うん、なんか売ってたりとか、なんかやってたりとか、うん、詳しくは分かりません。第12回ボランティア見本市、明日ですね、はい、リリアパーク、俺そこにいるんだよな、ん、結局は。西口公園はこっちじゃん。で、俺はね、西口のタクシープールってあるじゃん、タクシーが止まる、はい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 、あそこのところでイベントがある。あれ、でそれに音響で呼ばれてる。あれ、急遽急遽呼ばれてます。それなんで、おなり姫のお手伝いができなくなってしまいました。なるほど、はい、まあ、それはちゃんと AT と言いましてね、エンジェルタッチというのでお伝えはしたんですけれどもね、はい、まあいいや、そんな話です。西口駅、駅から降りちゃうと、俺がいるかもしれない。2時から4時までの間、うんうん、またもじゃもじゃが音響をいじってるみたいな。それを見に行くのもまたいい、ね、そうそうそう、そう、うん、あ、もじゃもじゃとかって言ってくれるとおーおーおー、もじゃもじゃ。まあ挨拶なんですよ。もじゃ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 っておかしいよね。今日なんか変なテンションだね。はい、それからですね、平成竹とんぼ伝道師、養成実技講座のご案内と、お、はい、11月10日日曜日から日曜日にやります。平成竹とんぼとは、竹の皮の部分を使いナイフで削らずに熱でひねって作る。お、ひねりです。ひねり、まあ、いい、分かる人しか分からない。、軽くて手軽に作れる竹とんぼです。今子供の間でこの平成竹とんぼ作りと飛ばし遊びがブームになっています、はい、知りませんでした。知らなかった。知りませんでしたね、はい。この度子供たちに平成竹とんぼの作り方と遊び方を指導する伝道師リーダーを養成する講座を開催します。リーダーを作る、リーダーを作る。リーダーが難しいですね。リーダー作る。作るんだ、はい、なるほど。日時がですね、11月10日、はい、1時から、はい、1時半からですね、4時半、13時半から16時半、はい、戸塚児童センターアスパル、はい、多目的室というのがあるそうです、はい。作り方、飛ばし方で、道具や材料の揃え方とか等々ありまして、参加費は3000万円が3000円ね、うちの店の料金になってしまいました。3000円です。これは資料代、教材代、認定料、認定料ってすごいな。これが終われば、じゃあ伝道師として認定されるの、うん、なるほど、今日からあなたはプロフェッショナルみたいな。なんか先着10名様です。10名しか伝道師が、もう精鋭ですよね。精鋭ですね。申し込み方法は下に書いてあります。携帯電話なんで言っちゃっていい、関係ねえか。いいんじゃないですか。090-8563-2427、はい、小峰さんって方ですね、はい、そこのところに、あとメールアドレスも書いてあります。
これはあのこっちの方で見てくださいね。はい、はい、そんな感じで平成竹とんぼ伝道師、はい、僕はハーモニカの伝道師はよく知ってるんですけど竹とんぼにも伝道師がいるとは知りませんでした。竹とんぼ小学校の時に、はい、あの用務員さんが作ってくれましたね、うん、いました竹とんぼ作れる人伝道師いたんですね。伝道師がいたんですよ。もう本当自分で削って作ってましたね、うん、伝道のこぎりの伝道じゃないです。それではないです。ないですないでーす。ないでーす。今日なんかおかしいんじゃないですか。あ、まあいいや。若い子に始まりて。そうそう。昨日飲みすぎたってもあるんだけど。大丈夫でーす。今日も元気に二日酔い。元気二日酔い。はい、頭が痛いわけじゃないです。ただ酔っ払ってるだけでーす。はい、それではですね、ハロウィンに参加しませんか。こちら。うん。これは西川口駅。東口、合格通り商店街、並木通り商店街を仮装して巡る楽しいイベントです。ハロウィンに参加しませんか。お子様はもちろん保護者の方の仮装も大歓迎ですと。あら、日時が10月の27日日曜日15時から17時、来週ですね。雨天の時には、大学内、これは成人大学っていうのが、西川口東口にございます、はいはい、そこが主催になっております。会場は成人大学、これは川口市並木2丁目3の6と並木保育所の2階です、はい、昔あの並木公民館、旧並木公民館だったとこです。はい、参加費は幼児1人につき300円、お菓子、保険、写真代、安い、保護者無料300円。逆だろ、子供でお金取るんです、ね、保護者からしっかり取れ。まあ子供がメインだってことでね、保護者が保護してくれるんでと。あ、そういうことですね、だと思います。成人大学社学会でが親子で仮装した写真を撮らせていただきます。日程はですね14時45分から受付、はい、でなんかルートとして17時に終わると。うにゃうにゃうにゃ、ここハロウィンっていうイベントみたいですね。ここハロウィン、はい、ここハロウィン参加申し込み、ここ1ではない、ここ1じゃない、 COCO ハロウィンですね。ちょっと違います、違います。間違ってます。ハロウィン参加しませんかってことでね、はい、西川口東口、私もそこなんであえて抜き出して紹介してしまいました、はい、さあ次テさん、どれが一番お知らせしたい。どれでも、はい、じゃあ俺的にはその候補川口ですね、はい、それの中編イベントってところでですね、はい、当然ながら先ほど紹介していただきました川口 B 級グルメフェスティバル2023の紹介が載ってます。はい、はいはい、それの次ですね、第22回緑と大地の放電祭りということでですね、はい、11月の2日3日2日間ですね、10時から6時まで、はい、場所がですね植物取引センター川口緑化センターって書いてありますけど、安行の方の、道の駅があります、はい、それジュリアンって言うんですけど、そこの隣です、隣のところでステージ組んでやります。そこで出ます。どうやバズですね、はい、日曜日ですね、あ、じゃね、3日日曜日祝日の日です。お、はい、この日に出ます。私、私の後にバルーンなんちゃらがあって、バルーン王子みたいなのが出ます。バルーン王子、でその後なんと安倍静江、え、もう知らないかもしれませんけど、安倍静江が出るんだ。安倍静江、しーちゃん出ます。それの前座ですね、どうやらず、なんとちょっぱや朝10時早い、ママちゃん声出ねえだろと思いながら出ない朝10時どうしようかなみたいな。2ステージあります。遅刻しないかな、そこから、そっちが心配だ。そうだね、まあビンタして起こそう。そうだね、ピシピシ起きるのは大体もっと早くじゃないとダメだもんね。そうですね、まあそんな感じ、7時ぐらいに起こして起こさないと声出ないですからね。それが2日3日に行われます。また追っていろいろご紹介もすると思います、はい、で土曜日の方はねプリキュアショーなんかもやります。ちゃんとジュリアン の、 あの案内も左のページに載ってますよ ね、 そうだね、そうジュリアンね、ジュリアン隣です、はい、そんな感じ、はい、それと11月2日これは資料がありませんけれども、ララガーデン、皆さんご存知でしょうかね、はい、ララガーデンでカラオケ大会があります、うん、はい、ララガーデンの外のステージですね。あ、ララガーデンなんですね、はいはい、ララガーデン、そこで私なんとメインゲストという名の司会者私どうなんですか、来ます、あの別にどちらでも、うん、出演とりあえず出演でも、出演でもまあなんとかなる。歌っちゃいます、うん、歌っちゃいます。カラオケ用意させていただいて、カラオケ大会。カラオケでカラオケ大会って書いてあるの、この前打ち合わせに行ったんですけども、はい、これはララ
ララオケにしちゃったらいいんじゃない、面白いっすねみたいな感じで、ね、じゃあ次回からそうしましょうみたいな、ララオケ、ララオケ、ララガーデンでやるから、ララオケ、そんな感じで今日も無策な感じで、でも綺麗ところを集めましてお届けいたしました、マッチカワラジオと、はい、本日もお届けいたしましたのは私ハトリエミリーです、劇団よしんゆっきーです、はい、そしてゲスト顔です、顔です、はい、柴崎さんと植木さんです、ありがとうございました、ぜひね10月27日いろいろ紹介しましたけれども、ね、B 級グルメですね、 B 級グルメぜひいらしていただきたいと思います、西川口西口、駅に行ってまっすぐ、はい、1本目っていうかね、ちょっと大きい交差点を左ずんずん行っていただいて、消防署が見えたならその裏でございます、はい、ぜひ遊びに来てね、間違えるか、アトミ団子、アトミ団子、アトミ団子、お買い求めいただきたいなと、そんな風に思っております、はい、お願いします、今週もご清聴ありがとうございました、ありがとうございました、白井さんもわざわざ来てくれて途中で糸犬顔出してくれてテレビには全く映りませんけど、はい、さあ今回もお届けいたしました第3回川口フェスティバルに向けてのこの番組、はい、提供は川口元郷にあります三玉屋を引いて、いやありがとうございます、しんちゃんジャイちゃんありがとうということで、今週もありがとうございました、ありがとうございました、それではまた来週、